俺の名前はマサ。関東第二高校の野球部に所属している。ポジションはサード。先輩たちが引退してやっとベンチ入りできそうだ。はい、じゃあ集合して。はい、新チームね、一発目の練習です。この前のね、あの3年生の引退の試合、出てた人も出てなかった人も、これから一緒に一からチーム作り上げていこうよね。相変わらずこの監督はいいこと言うな。このチームでこのメンバーと甲子園に行きたい。まあ確かに常翔学園には負けたけど、この負けた悔しさ、これを味わえたことってすっごい価値あることだと思うんだよね。お前らの代で俺甲子園に連れてってくれよ。期待してるからな。じゃあまずは、最初の練習なんで、みんなで声出してランニングから行こうか。よし行こう。はい、今日も練習きつかったな。そういやマジで疲れたな。あ、そういえばさ、今朝の監督の言葉、あれめっちゃやる気出なかった。それ定期的に熱いこと言うよな。いやマジでやる気出たわ。甲子園行ってみたいな。それな。そういえば甲子園といえば、来年の選抜は大阪の梅田桐蔭が濃厚らしいよ。はあ？いやまだ秋の大会も始まってねえのに濃厚とかねえだろ。それがさ、高校野球もトレード制度が導入されたじゃん。ああ、なんか選手同士でもいいし、金銭トレードでもいいってやつだっけ。そうそう、それで梅田桐蔭の OB がなんか一致団結してえげつないほどのお金集めて、履正社とか日大四高の強力な選手かき集めたらしいよ。うわマジで、さすが梅田桐蔭。うわ同じ地区じゃなくてよかったわ。どっちにしろ俺らの高校じゃ甲子園無理だろう。いやわかんないぞ。うちの高校もだってトレードでいい選手引っ張ってくるかもしれないだろ。ないない、そもそも都立だからそんなお金もないし、野球がうまい選手は俺らのとこに来るわけないだろ。そう現実ばっかみんなって、夢見ようぜ。もしもし。はい。ああ、日大四高の浜田先生、お世話になってます。はいはい、トレードですか。はい。いやもう疲れた。トレードか。うちにもいい選手入ってくれねえかな。うちじゃ。ああ、朝練疲れた。おいマサ、 B 組から話聞いた？ B 組？いや聞いてないけど、どうした？うちの高校でトレードがあったみたいだぞ。トレード？なんで？ B 組にめちゃくちゃガタイのいい転校生が来た。いや普通に転校生じゃないの？それが違うんだよ。宮川が転校した。え、宮川がうちの首位打者だぞ。なんでトレードって分かったの？まだ確定じゃないんだけど、その転校生の出身校に転校したみたい。ちなみにどこ校なの？日大四高。日大四高ってあの全国制覇もしたことある超強豪の？そうらしい。その転校生本庄っていうらしいんだけど、野球部に入るっぽい。でもなんで日大四高の生徒がうちなんかに？まあ俺も本人から聞いたわけじゃないから何とも言えないけど、まあ今日の練習で説明されるか。はい、じゃあちょっと集合して、みんないるかな。あ、マネージャーさんもちょっと来てくれる？大事な話なんで。はい、みんないるかな。担当直入に言うと、昨日、うちの宮川と日大四高の選手でトレードを行いました。ちなみにトレードの選手って、あ、本庄選手ですか。ちなみにどうして、なるほど、それは仕方ないですね。ちなみに条件ってどうなりますかね。はい、外野手で3割超え。分かりました。一応、はい、うちにも2人いるので、ちょっと本人たちの希望も聞いて、また折り返しご連絡させていただきます。はい、失礼します。はい、ということで宮川と村田のね2人の意思も確認して、宮川自身ももっと上でやりたいということだったので、今回トレードという形になりました。なるほど。ってことは本庄は外野手なのか。はい、じゃあ本庄君挨拶して。こんにちは、2試合をかけました、本庄敦です、よろしくお願いします。本庄君はね、日大4校でも7番でレギュラーを担っていた選手です。ただちょっとね、親御さんの都合でどうしても引っ越さないといけなくなったらしくて、で近所でねしっかり野球やってるところどこだって探した結果、うちに来てくれることになりました。じゃあ本庄君、ちなみにポジションは、内容は基本どこでも守れますが、主なポジションはサードです。サード、嘘だろ。ということでね、非常に頼もしい選手です。みんなもねこれから日大4校の野球がどういったものなのか、ぜひ彼に学んでください。で本庄君もね、とはいえこれからうちのチームの一員です。一日でも早くうちのチームにねなれるように、頑張るように。はい、それじゃあね10分後に全体練習開始するんで、それまで各自アップいきましょう。はい。おいまさお前、あいつサードだったな。おおおおおお、どこ行くんだよおい。おい、勝手に行くなよ。もう終わったわ。いや、まだわかんねえだろ。まあレギュラーって言ってたけど7番だし、バッティングはそんなに良くないかもしんないし。なわけねえだろ。日大4校なんて中学で4番打てたやつらがベンチ入りできない世界だぞ。なとこの7番レギュラーなんて、他の高校だったら不動の4番に決まってんだよ。うん、まあとりあえず練習見てみようぜ。監督もまだサードでって決めたわけじゃないと思うしな。あ、みんないるかな。じゃあまず最初はバッティング練習で、最初の3球これちょっと意識して、遠くに飛ばすつもりで打っていこうか。最後、はい、おー、マサナイスバッティング。やべっ、さて次は本庄だぞ、よろしくお願いします。これはレベルが違いすぎる。おい、本庄やばいな。は、うっせえわ。なんだよ本庄、さすがだな。やっぱこれぐらいは余裕。そうですね、日大4校だと150キロのマシンをマウンドより近い距離で打つので。やっばそれもう160キロじゃん。そうですね、さすがにそのぐらいのスピードだと思います。てか俺たち同級生だし、もう本庄もうちのチームメイトなんだしさ、もうタメ口で行こうよな。あ、そうですね。あ、じゃあよろしく。あ、よろしく。は、こいつ何いきなりタメ口で話しかけてきてんの。あんま調子乗んなよ。名前教えてもらってもいい？うるせえよ。ピリピリしてて近づきづらいな。てかお前さ、なんでサード来たの？え、内野どこでも守れるんだったらサードじゃなくていいだろ。ましてや日大4校出身だったらどこでもレギュラー取れんだろ。ああ、そういうことか。もう正直に言うか。監督からサードを守れと言われました。え、実は僕もどこを守るか悩んでて、小中とショートセカンドだったので、サードは高校に入学してからなんです。監督はなんで？日大四高から来ました本庄です。よろしくお願いします。うん、よろしくね。ところで希望ポジションはあるかな？はい、第一希望はショートです。ただ内野であればどこでも守れます。おお、さすがだね。じゃあとりあえずサード行こうか。うちのチームちょっとサードが弱くてね。はいと言っていました。なんだよ、俺じゃ不安だってか。ふざけんなよ、あのクソ監督が。はい、行くぞ、内野ボールやつー。はい、サード。オッケー。ああ、悪い。おい、高いぞ。おはようございます。はい、これは無理だろう。オッケー。あの打球取ってストライク送球、すげえ。うわー、えぐいわ。あ、内野ボールはそう。さあ、一個いこうか。オッケー。あー、悪い。おい、やべえ、落ち着け。本庄のことは気にすんな。おはようございます。はい、サード。待って、やばいそう。ファースト。肩強すぎ。何も勝てねえ。結局その後の練習でも圧倒的な差を見せつけられ、あいつには何一つ勝てなかった。はあ、このままじゃやばいな。いくらチームが強くなっても俺が試合に出られないんじゃ意味ないんだよ。おい、お前らしくねえぞ。なんだ、優也か。あのさ、もしも本庄がファースト来たらどうする？そりゃ嫌に決まってんだろう。でも甲子園に行ける可能性は高まるぞ。いやー、いくら甲子園に行けても自分が出れないのはしんどいわ。やっぱそうだよな。はい、今日の試合水産戦ね、これまで何回も戦ってるから覚えてる選手も多いと思うけど、まあ今まで勝ってきてるからといってここ油断せずきちっと、締めていきましょう。で、守備では無失点で、打撃でも10点以上は取って勝つように気合入れていこう。大会も近いんで、大会初戦のつもりで、やっていきましょう。最後、はい、それじゃあオーダーね。はい、3番ファースト優也。はい、4番サード本庄。はいはい、ということでね、今呼ばれてないやつも回の途中で、ガラッと変えるタイミングがあると思うから準備しておくよね。特にマサ途中から行くからな、準備しておくよ。はい。試合は序盤から関東第二高校が得点を重ねた。本庄、じゃあ交代。もう外野で10勝でしといていいよ。はい。あ、まさ、次行くぞ。はい。よし、絶対に打つぞ。よっしゃ、まさ、初球から狙っていいぞ。行ってこい、行ってこい。いやー、相変わらず二高さんお強いですな。いえいえ、うちのやつらもまだまだですよ。いやー、それにしても本庄君はすごいですね。まさか二高さんに入るとはな。私も驚いてます。彼の実力は群を抜いてますね。ところで、今までサードを守っていたまさ君って？正直使いどころに悩んでます。彼はサードしかやってこなかったので、本庄を別のポジションに移すことも考えたんですが、他の内野手の実力を考えるとやはりサードが最適かと。彼はどう思ってるんでしょうね。え？私も長らく監督をやってきましたが、選手は2つのパターンに分けられます。1つは試合に出られなくても甲子園の出場を目指して強豪校で頑張りたい選手。もう一つは甲子園に出場できなくても自分が試合で活躍したい選手です。言われてみればそうですね。私は自分が出られなくてもとにかく甲子園に行きたい選手でした。一度マサ君と話してみるのもいいかもしれませんね。ベンチに置いておくのはもったいない選手ですよ。ぜひうちに来てほしいな。聞いてみますね。逆にうちのエースのコスだ、今日投げたサウスポー2高3で野球やりたがってますよ。トレードの交渉か。ぜひ考えておいてくださいね。マサの気持ちか。私も長らく監督をやってきましたが、選手は2つのパターンに分けられます。1つは試合に出られなくても甲子園の出場を目指して強豪校で頑張りたい選手。もう1つは甲子園に出場できなくても自分が試合で活躍したい選手です。一度マサ君と話してみるのもいいかもしれませんね。ベンチに置いておくのはもったいない選手ですよ。ぜひうちに来てほしいな。あ、マサちょっといいか。はい。マサさ、本庄が来てどう思った？どうって、めちゃくちゃうまいなと思いました。そうか。ちなみにマサはなんでこの高校を選んだんだ？そうですね、全てが理想だったので、家からも近いですし、頭もそこそこいいで、野球部もしっかり活動していてそこそこ強い。なので関東第二高校を選びましたね。なるほどね。例えばもっと強い日大四高や帝王高校に進んで甲子園を目指そうとかは思わなかったのか。はい、やっぱり自分が試合に出たいので。確かに帝王高校や日大四高に進んだら、3年間で一度ぐらいは甲子園に行けるかもしれないですけど、やっぱり自分が試合に出て甲子園を目指したいなと思ったんですよね。そうか、分かった、ありがとう。はい。それで話って何だったんですか？いや、一旦今日は大丈夫だ。マサの気持ちが聞けてよかったよ。ありがとう。はい。何だったんだろう。はい、じゃあ守備練習行こうか。まず最初ね、内野外野分かれて、その後全体のシートノック行こう。 OK、 最高。はい、監督ちょっといいですか？どうした？実は。そうか、いいぞ。おいマサどうしたんだよ。いや、なんでもない。おい、俺ファーストにコンバートすることにしたから。はっ、なんでだよ。サードに戻れよ。あのか、ファースト来い、ファースト。はっ、お前調子乗んなよ。おいおい、そんな打球も取れねえのかよ。あのか、下がいい。よいしょ。ファーストはこうやってやんだよ。うるせえや。おい、ノッカー、ファースト来い、ファースト。こうして俺はファーストにコンバートした。ゆうやには申し訳ないけど、内野でレギュラーを狙うならここしかない。よし、じゃあバッティング練習行こうか。1年生さ、交代でバッティングピッチャーやってください。で、最近ね、試合中盤でなかなか点取れてないから、試合本番のつもりでやっていこうよ。まず1人3球、これ試合本番だと思って意識して打っていきましょう。最高。はい、はあ、俺の方がバッティング優れているところ見せてやるよ。くっそ、まだだ。見たか、悔しかったら打ってみろ。くっそ、やっぱあいつバッティングいいな。さあ来い。どうせあいつ打てないだろ。よしよし。え、まあたまたまだろ。ほらな、集中しろ。いける。しゃー、嘘だろ。お、マサも調子上げてきたな。あの二人は切磋琢磨していい状態だな。これからが楽しみだ。そうしてお互い競い合っていたある日、もし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 、海川です。ああ、海川監督、お世話になってます。以前相談させてもらったトレードの件だけど、マサ君には話してくれたかな。ああ、その件ですが実はまだ話しておらず、というのもマサがファーストにコンバートしましてね、ファーストのレギュラーのことを争ってるんですよ。おお、そうですか。でマサ君はファーストのレギュラーに。それがまだ決めきれずにいます。バッティングは好調なのですが、やはりファースト未経験ということもあって、基本的な動きがまだできてないんですよ。そもそもなぜマサ君はファーストに？おそらくサードでのレギュラーは無理だと諦めたんでしょうね。ああ、そうですか。一度マサ君に聞いてもらえませんかね。うちのコスダもね、そちらに行きたがってるし、二高さんとしても悪い話じゃないと思うんですけどね。わかりました。マサ、ちょっといいか。はい、単刀直入に言うぞ。水さんからマサのトレードの話が来ている。え？実は以前から水さんの監督がマサを欲しがっていてね、ファーストにコンバートして頑張っている中、こんな話をするのはどうかと思ったんだけど、マサの考えを尊重したいと思ってね。もしも水さんに言ったら4番での起用を約束してくれるらしい。急にコンバートって言われても、いきなり言われても難しいと思うから、とりあえずゆっくり考えてみてくれ。ただ水さんに行けばサードで試合に出られることは保証されている。それだけは伝えておくぞ。わかりました。どうしよう。なんだよ話って。今までありがとな。なんだよいきなり。まさか外野にコンバートか。いや違う違う、俺サードに戻るわ。ああ、そうか。でもまあ安心したわ。いや、まあ本庄は確かにうまいけど、ワンチャンあるかもしれないしな。いや、そうじゃないんだ。え？俺トレードで水産行くことにした。おい、なんでだよ。水産の監督が俺のことすごい買ってくれてて、水産に行けば4番サードで試合に出られるらしい。ふざけんなよ。甲子園に行く夢は？俺との勝負はどうなったんだよ。もう決めたんだ。俺は試合に出たい。で俺のことを求めてるチームがある。だから俺はそこでプレーがしたいと思ったんだ。俺はどうなるんだよ。ヒューヤは頑張って関東2校のファーストでレギュラーだろ。いつか対戦できるかもな。そんな。今までありがとう。じゃあな。もしもし。ああ、もしもし、海川ですけど。ああ、海川監督、お世話になってます。はい、私もちょうど今ね、お電話させていただこうと思ってたところなんですよ。はい。お、タイミングいいですね。でマサ君の方に話してくれましたか？はい、先日本人と直接話をして答えをもらいました。マサ君はなんて？はい、ぜひ水産でということでした。監督、トレードの件について答えを出しました。そうか、ここじゃちょっとあれだ。場所を移そうか。それでどうすることにした？はい、悩んだのですが、水産に行くことにします。そうか、マサならどこに行っても大丈夫だ。スイさんの監督は素晴らしい監督だ。野球だけじゃなくて人間的にも成長できるよう頑張れよ。はい、ありがとうございます。今まで本当にお世話になりました。ああ、そうですか。ありがとうございます。マサ君はね、責任を持ってうちで育てていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あいつも努力家なので水産での主軸を担ってくれることを期待しています。マサ君なら大丈夫でしょう。うちのコスダもよろしくお願いしますね。はい、新体制となりますが、また対戦できるのを楽しみにしてます。はい、ということでね、知ってる人も多いと思うけど、明日から、マサが水産に移籍となります。寂しくなるけど、みんなでマサの挑戦を応援しよう。じゃあ最後に、マサから一言。まず突然の発表となって本当に申し訳ないです。ここ数日本気で考えてました。自分が何をやりたいのか、どういった高校生活を送りたいのか、悩みに悩んだ結果、今回移籍するという決断に至りました。これまで甲子園を目指して一緒に練習してきたみんな、特にずっと一緒にやってきたゆうやには本当に感謝してます。これからは敵同士になってしまうけど、また甲子園で一緒に勝負できる日を楽しみにしています。本当に今までありがとうございました。マサ君、俺のせいでごめんなさい。俺が関東第二高校に来たから。ああ、違うんだ。ひどい態度取っててごめんね。確かに本庄がここに来た時はふざけるなって思った。今までここでずっと練習してきた俺の気持ちはどうなるんだって。でも今回のトレードは俺自身が決めたんだ。俺にはここで頑張るっていう選択肢もあったけど、俺自身が水産で野球をやりたいと思ったんだよ。関東第二高校よろしくな。じゃあ。海川監督、今回はオファーをいただきありがとうございます。こちらこそ本当に来てくれてありがとうね。ずっと欲しいと思ってたから嬉しいよ。ありがとうございます。水さんはずっと弱いイメージがついてるけど、去年私がここに就任した時からそのイメージを変えてやろうと思ってね、頑張ってるんだ。あ、海川監督って去年からだったんですね。そうなんだよ。もちろん選手の意思は尊重したい。でも確かに本気で取り組む楽しさっていうのもあるんだよ。弱いから負けて当然ではなくて、弱いなりにどうやって戦っていくのか、どうすれば勝ちに近づけるのか。同じ時間を使うならそうやって一生懸命生きた方が楽しいと思わないかい？そうですね、本当にその通りだと思います。監督の言ってた通り、素晴らしい監督だな。うちにいたコスダも関東第二高校で頑張ってくれるといいな。僕が言うのも変ですが、勝ちを目指すのにエースのコスダ君とトレードで良かったんですか？いいんだ。勝利以上に大事なのは選手の意思だ。コスダは関東第二高校へのトレードを自分から志願した。まずは選手の意思を尊重する、その上で勝利を目指したいと思ってるんだ。自分はこのチームで勝利を目指したいと思っています。マサ君、いや、マサには期待してるぞ。これから頼んだぞ。はい。なんかトレードの話が出てからすっごいドタバタしてるな。最初は宮川と本庄、次はマサとコスダか。今までの2校が楽しかったのに、なんか選手も変わってモヤモヤするな。どうせなら俺もいっそどっか行きたいな。本庄とコスダが入団してくれてだいぶ選手層も厚くなったが、ちょっとまずいことが起きてるな。初戦は関東第二高校も水産高校も勝ち進んだ。水産はまだまだ戦力が乏しく2回戦目で負けてしまったが、俺自身は4打数3安打の活躍だった。やっぱ水産じゃまだ勝てねえか。そういえば関東第二高校は次がベスト4か。マジで甲子園行けんじゃねえか。久しぶりに電話してみるか。もしもし。あ、もしもし、ゆうや。久しぶり。おお、久しぶり。急にびっくりしたわ。試合残念だったな。いや、まあさすがにまだ無理だったわ。でもそっちはめちゃくちゃ勝ってるじゃん。いや、なんとかね。トレードできた本庄と小須田がめちゃくちゃ活躍してるよ。ゆうやは何番打ってんの？ああ、6番ファーストだよ。お、すげえじゃん。ちゃんとレギュラーで出てんだ。まあなあ、でもちょっと本庄のレベルが違いすぎて活躍してる感薄れんだよな。いや、あれは化け物だからな。まあでもちゃんと甲子園行けるようにさ、頑張ってよ。お、ありがとな。しかしベスト4をかけた準々決勝、本庄と優也の活躍も虚しく慶応実業高校に負けた。そしてある事件が起きることとなる。まずいな。トレードで契約金を支払ったせいで部費がつきかけてる。来年までのやりくりをどうするか。もしもし。もしもし、関東二高の監督さんですか？あ、はい、そうですが。私、琉球航空で監督をしております八玉です。八玉さん、今回はどのような件で？実はそちらの高校にいる優也くんの件でお話が。単刀直入に言うと、金銭トレードをお願いしたいのですが。金銭トレード？どうして急にうちの優也を？実はね、私の知り合いに関東2校の OB がいましてね、ここ最近の相次ぐトレードの契約金で資金繰りに困ってるんじゃないかと思ってお電話差し上げました。申し訳ございませんが余計なお世話です。優也はうちの主軸ですし、失礼します。5000万、もし優也くんがうちに来てくれるとなるなら5000万円出します。5000万？本庄の契約金ですら500万だぞ。5000万円は破格だと思いますよ。まあ契約金の半分は学校にも入りますしね。ぜひ前向きに検討お願いします。あ、そうだ、優也くんの家庭の状況もありますよね。では。監督、次の練習はどうしましょうか？監督、監督。ああ、悪い。どうした？バッティング練習が終わったので次はノックでいいですか？ああ、そうだな、ノックにしよう。はい。なんか今日の監督おかしいな。ダメだ、足りない。このままじゃ来年の運営資金が底を尽きてしまう。校長から部費を節約するように言われてるし、どうしたらいいんだ。ちょっとゆうや、いいか？はい。本当はこんなこと言いたくないんだが、決まりだから一応言っておくな。はい。沖縄の琉球航空は知ってるか？琉球航空？いや、知らないです。そうか。甲子園の出場経験はないんだが、沖縄予選で毎年ベスト4やベスト8まで勝ち進む強豪チームだ。そうなんですね。その高校がどうしたんですか？実はな、金銭トレードの話が来た。金銭トレード？僕が沖縄に行くってことですか？行くわけないじゃないですか。いや、まだ決まったわけではない。もちろん優也の気持ちが第一優先だ。ただ。何ですか？契約金を5000万出すと言ってるんだ。5000万？本当ですか？ああ、相手の理事の方が八玉さんという方でな、優也のパワーに惚れ込んでぜひ5000万円でということらしい。5000万って聞いたことないですよ。半分の2500万円は学校が持っていくとしても、もう半分の2500万円はもらえるってことですよね。そうだな。先生も気になって調べてみたんだが、どうやらあのボナール建設の理事もされてるらしいぞ。ボナール建設ってあの超一流企業じゃないですか。そうだな。とりあえず考えてみてくれ。はい、わかりました。急に5000万って言われても沖縄だろ。残る大会は3年の春と夏。どうして一番この大切なタイミングで。ああ、ダメだ。久しぶりにマサに連絡でもしてみるか。もしもし。どうした？ああ、もしもし。いやー、ちょっとね、いろいろ今すごいことになっててさ。おう、どうした？まだ自分の中で答え出てないし、ちょっとありえない話に聞こえると思うんだけど、金銭トレードの話が来た。うわ、マジか。このタイミングか。だってあと3年の夏と春だけだろ。ちなみにどこなの？沖縄の琉球航空っていうところ。沖縄？しかも聞いたことないな。一応予選だとベスト4とかに行ってるらしい。っていうか大事なのはそこじゃないんだよ。おう。何なの？契約金だよ。いくらだと思う？沖縄の無名高校だろ。なんだろうな。10万とか？10万ね。答え言っていい？いいよ。5000万。5000万？マジで？それがマジらしい。なんか高校の理事が、ボナール建設あるじゃん。ボナール建設の理事も兼ねてるっぽくて、それでお金めちゃめちゃ持ってるらしい。それでどうすんの？いや、そこで迷ってるから電話してんだよ。いや、行けよ。5000万だろ。だってほら、優也の家計的にさ、そういう問題もあるだろ。やっぱりそうだよな。いや、そうだ。だって1年で半分でも2500万だろ。でかいって。マサの意見が聞けてよかったよ。急にごめんな。ありがとう。じゃ、また。監督、トレードの件答えを出しました。お、そうか。どうすることにした？言いません。本当か？はい、実は一人でも決めれなかったのでマサに相談しました。マサが止めたのか？いえ、マサには行った方がいいと言われました。やはり家庭環境のことも考えると2500万円は大きな金額です。でもやっぱり僕はこのチームで甲子園を目指したいんです。マサと一緒に切磋琢磨して、今は本庄やコスタも入ってきてくれて、そして監督が育ててくれたこのチームで僕は甲子園を目指したいんです。そうか。しかし親御さんは何て言ってるんだ？2500万なんて何年も働かないと手に入らない金額だぞ。親は自分が納得するなら残留でもいいと。ただ本心では移籍してくれた方が喜ぶと思います。そうか。でももう優也は残留すると決めたんだな。はい、分かった。じゃあ一緒に甲子園目指して頑張ろうな。はい。絶対に甲子園に行きましょう。こうして高校野球は戦国時代を迎え、競争はますます激化した。日大四高や関東第二高校、水産や琉球航空など強豪弱小問わずトレードが行われ、選手は自分の野球スタイルに合わせて高校を選べるようになった。果たして2人のこれからの高校生活はどうなっていくのだろうか。秋の大会は残念だったな。だがみんなのおかげで初戦を突破することができた。正直私はこの水産を変えていきたいと思っている。今はまだわからないが一度きりの青春時代だ。来年も頑張っていこう。はい。そういえばゆうやのトレードの話ってどうなったんだろう。もしもし。ああ、もしもし。今大丈夫？ああ、大丈夫だよ。どうした？ああ、金銭トレードの話。いや、どうなったのかなと思ってさ。ああ、言ってなかったな、そういえば。あれ断ったわ。え、マジで？ああ。いやいや、なんでだよ。5000万だぞ。なんかさ、もうよくわからなくなって。宮川がいなくなって本庄が来て。そして今度はマサとコスダだろう。なんかもうよくわかんないんだよね。はい、まあ俺はさ、まあもちろん野球やりたくて関東第二高校を選んだわけだけど、まあ野球をやるためだけに高校を進学したわけじゃないんだよな。そうか。うん。まあやっぱりなんだかんだ関東第二高校好きだしさ、まあ俺はここで頑張るよ。うん。まあ、2500万は、大人になったら稼ぐよ。うん。YouTuber とかになったら稼げそうじゃね？いやいや、YouTuber もそんな甘い世界じゃないらしいぞ。まあでも、ゆうやが決めたならよかったわ。お互い頑張ろうぜ。あ、頑張ろうな。じゃあ、また。はい、はい。おう。とは言ったものの、こっちがやべえ。授業難しすぎだろ。なになに、公開実習や海洋情報、それから水産調査って、マジで何がないんだかわけわかんねえ。まあでも移籍先の授業を受けることがトレードの条件だもんな。頑張るか。とりあえず明日の授業は英語、国語、体育、あと水産基礎と海洋情報だな。マサ君。あ、監督、おはようございます。2学期が始まったけど授業には慣れたかい？いやー、まだ全然慣れないですね。水産基礎とか海洋情報とか、もうその辺りが何がなんだかさっぱりでまあそうだよな。まあわからないことがあれば何でも私に聞きに来なさい。私は3年生の水産応用を担当してるからね。簡単なことなら何でもわかるよ。あ、そうだったんですね。ありがとうございます。ちなみにマサ君は二高時代の成績はどれぐらいだったの？40人のクラスでだいたい5番目以内には入ってましたね。それは素晴らしいな。順位そのものではなく努力していることが素晴らしいと思うよ。ありがとうございます。それじゃあまた後でね。ちょっとみんな集合してもらえるかな。大会も一段落したところで、早速来年の春に向けてね、動いていきたいと思う。最近マサが入部してくれたとはいえ、まだまだうちは人数的にも戦力的にもそれをしているということで、一人に複数ポジションをこれから守ってもらおうかと思う。自分の気づかない意外な才能があるかもしれないからね、頑張っていこう。はい。マサはサード以外だとどこを守るんだい？それが今までずっとほぼサードだったので。肩が強いイメージがあるけど、遠投は何メートルぐらい投げられんの？95メートルぐらいですね。そうか。岡、ちょっと準備して。はい。じゃあマサ、ちょっと投げてみようか。え、ピッチャーですか？マサは何事も挑戦だ。コントロールは気にしなくていいから投げてごらん。わかりました。あ、ごめん。やっぱ全然入んないですね。素晴らしいボールだ。これは化けるかもしれないぞ。よし、今日はそこまでしよう。はい。まだまだ春先までは時間がある。明日から投手メニューもやっていこう。はい。ピッチャーってやったことないぞ。大丈夫かな。それから俺はピッチャーとしても試合に出るべく投手メニューもこなしていった。そんなある日、もしもし、矢玉です。もしもし、お世話になってます。ゆうやくんの金銭トレードの件ですが、いかがでしょうか？本人にも確認したのですが、残留したいということでしたので、申し訳ありませんがお断りさせていただきます。そうですか。ちなみにゆうやくんはなんて？そういったことはお伝えできません。そうですか。わかりました。失礼します。少し世話が焼けますね。おい、飛行機を早急に手配しろ。ゆうやくん、君を必ず獲得してみせる。はい、秋の大会残念だったな。3年生にとって残すところは来年の春と夏。ここで後悔のないように、しっかりこの冬、自分に厳しくトレーニング重ねていきましょう。いいな。シャイゴー、はやー、シャイゴー、シャイゴー、出してください。到着しました。ご苦労。ほう、ここが関東第二高校か。野球部もしっかり練習してますね。お、ゆうやくんもいますね。しかし本庄くんは大きいですね。ゆうやくんが来るまで車内で待ってましょうか。練習後にランメニューって何？すぎだろ。もう早く帰って寝たいわ。あ、本庄さん、今日一緒帰ろうぜ。あれ、正門から帰ってたっけ？ああ、俺裏門なんだよね。あ、チャリ組か。いいな、近くて。移籍のタイミングでさ、近くに引っ越してきたからさ。今日はね、ごめんね。じゃあまた明日ね。あ、じゃあまた明日な。じゃあね。ゆうやくんだよね？はい、そうですが、怪しいものではありません。私、沖縄の琉球航空の矢玉です。琉球航空、監督さんですか？ええ、先日の5000万円のトレードの件で少し話せないかと。すいません、もうお返事はしたはずですが、ゆうやくんのパワーに惚れ込みましてね。5分だけでいいので少しお話できないかな。まあ実際5000万のオファーの話は気になるし、5分くらいならいいか。わかりました。5分ならいいですよ。よいしょ。いやー、しかし東京は人が多いね。はあ、本題に入ってもらってもいいですか？失礼。では改めて5000万円でうちに来てくれないか？ですので行かないとお伝えしたはずです。5000万円は前例がないほどの破格ですよ。理由を教えていただけませんか？俺高校で野球やめようと思ってるんですよ。どうしてですか？うちは家計的に裕福ではないので、高校野球終わったら医者の道を目指そうと思ってるんです。裕福ではないのならなおさら5000万円はいい話では。確かに5000万円は破格です。しかし最後の1年ぐらいは関東2校で甲子園を目指したい。それに失礼かもしれないんですけど、やはり琉球航空さんになると学力のレベルがちょっと下がってしまうとか、やっぱり将来やりたいことと今やるべきことを考えた時に残留するのが一番いい選択なんじゃないかなと思ってます。甘いな。え？ゆうやくんはね、5000万円の思いが全く分かってない。移籍したら2500万円君の手元に入るんだよ。小学校、中学校と常に成績はトップクラス。高校では塾に通い、一流大学に進学したのもつかの間。インターンや受験戦争で数少ない席を奪い合う。やっと入社できた一流企業で毎日無能な上司に頭を下げ、文句も言わず残業し、毎日満員電車に乗り、それで気づけばもう30代半ば。そうして手に入れられるのがようやく1000万円。それで1年で2500万円もらえるのは日本で 1% 未満だ。君は2500万円の価値を理解してないよ。はい、確かに2500万円は僕じゃすぐには稼げないぐらい大金です。しかし稼げるって言っても今回1回きり。それで琉球航空さんに移籍してしまったら、正直医者への道はかなり遠ざかってしまうと思います。そうすると結果的に障害的な稼ぎはかなり減ってしまうと僕は思ってます。じゃあいくらが希望なんだ？言ってみなさい。そもそもなぜここまで僕に目をつけてくれるんですか？東京にだって日大四高や帝王高校なんてめちゃくちゃいい選手がいっぱいいますよ。それなのになんで？ここだけの話なんだが。その頃マサはだいぶ制球力が高まってきたな。そうですね。最速は何キロになった？135キロです。そうか、まずまずだな。まだまだ甲子園は狙えないが予選上位ではいけるんじゃないか。そのまま頑張っていこう。そうですね。さらに追い込んで仕上げます。怪我には気をつけるようにな。怪我をして練習できなくなったら本末転倒だからな。はい、絶対に甲子園に出てまた優也と戦うぞ。マサの顔つきが変わってきたな。来年の春が楽しみだ。あ難しいんですよこの声出すのマジで。254球。よし、今日はそこまでしよう。投げさせすぎや。配信が絶対するなよ。水は飲むな。生姜焼きやだ。生姜焼きやだ。